どうものりごとうです。今回はビートナイトーさんと一緒に三重県熊野市熊野古道伊勢寺を巡りたいと思います。前日もビートナイトーさんと一緒に熊野古道を歩いてきたんですが、それはビートナイトーさんのチャンネルでアップされてますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで行ってきます。ここだね。おはようございます。おはようございます。三重県熊野市にやってきました。今日も熊野古道です。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとさ、雨雨やのぶくん、ちょっと俺の機材が壊れちゃうから中入ってくれる？よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。一応ちょっとあいにくの雨ですけど、はいはい、今日は、松本峠に登って、うん、で、鬼ヶ城というスポットに行きたいと思います。楽しみでございますね。よろしくお願いします。なんかここにガイドマップあるんでゲットして、松本峠に鬼ヶ城を回りたいと思います、はい、行きましょうよ。ちょっと今日も気合い入ってますけど、僕はそれちょっと歩道デザインで今ここさ、いろいろ物販あるからちょっと買わせてもらっていいですか？多分あると思うよね、それ。あるかな。海の見えるレストランだってよ。ちょっと昼ここいいかもね。全デザインあるじゃん。全古道デザインあるじゃん。じゃあこれ買いますわ。僕はじゃあちょっとこの鬼ヶ城の T シャツ買おうかな。これもかっこいいな。でも何個買ったやこっちの鬼も。背中に背負うのよ鬼を。まあ登るぞ。そうやな、ここでダラダラしたら。失礼します。でも駐車場もここあって、うん、こんななんか鬼ヶ城センターとか行ってあって、ね、いいよね。行きましょう。行きましょうか。じゃあトイレ済ませて行きましょう。あ、トイレ行きますか。うん、トイレ行っといてよ。あ、確かにね。ちゃんと出た。全部出た。よかった。頂上の一番いいとこでトイレで騒がれるのだけが一番嫌だから、やっぱり。そんな俺。やっぱり一番。まああるな。よくやるよね。その問題あるから。わかりました。これでバッチリだね。よし、じゃあ早速行こう、はい、ここ鬼ヶ城センターの上り口もあるんだけど、今回はここに降りてきます。ここなんでそのまま鬼ヶ城センターでちょっと休憩もできるかなと思って。ああ、なるほどなるほど。もう一個上り口が向こうにあるんで、うんうんうん、こっちから登ってここから降りてこようと。あ、わかりました。でちょっと鬼ヶ城センターでもう一回休憩挟んで、はい、鬼ヶ城に行きましょう。はい。あ、あるじゃん地図がちょうど。あ、本当だ。わっ、え、めちゃめちゃテンション上がってるやんけ。ほらもうこの絵を見てよ。すごいな。これ岡本太郎張りだよ。確かにこういうマップ大体好きだよね、後藤さん。大好き。鬼ヶ城って、はい、ずっと行きたい、行きたいリスト入ってたとこでさ、はいはいはい、だってここら辺全部すごいいいのあるからね。あ、本当。日本最古の神社とか。あ、そうなんだ、うん、大阪万博か鬼ヶ城周遊歩道か、行きましょう。わかってるから。いい景色。おお、すごい ね。いや、これさ、ちょっと雨降ってたけど、はい、ちょっと濡れた雰囲気ありますよ、ね、木の雰囲気だとか山の雰囲気を楽しめるのもいいよ。うん、いや、なんかね、あれツアーあるらしいよ。雨で。うん、雨の雰囲気を楽しむ。雨をわざわざ楽しむ人がいるんだよ。だから。そう。それぐらい。一番今いいとこ取りじゃない。だからちょっと降った後の濡れた感じも楽しめて、うん、だいぶ上がってきたっていう。いや、この感じをほら濡れた。そういきなり見つけちゃったね。濡れたいい感じ。いや、撮ってくれるから。カメラマン回しちゃうから、ついついのりさん回っちゃうから。長回しになるぞ。すでに長回しだしね。いや、今からスタート。行きましょう。行きましょう。松本峠登山口到着しました。はい、徒歩10分でしたね。登るに始めるか、はい、もしくは目の前の海水浴場にちょっと季節ちょっと足だけ浸かるか。登ろっか。登るか。登ろっか。はい、ちょっと待ってよ、これ買ったんやから俺。あ、マジよ。あれずっと頑張ってたから全然
ないじゃん鼓動デザイン。そういやもう馴染んでただから。あ本当気持ちが多分乗ってたんだろうね内藤さんも。もう鼓動に俺もね今日は乗ってきてるから行こう行きましょう。こっから1時間45分、うん、あ結構あるね距離 4.1 キロ。そして、はい石畳のところに時折、はい、真っ赤なカニも横切ると。え騒がにみたいなかな多分、もしかしたら今日見れるかも。ちょうど雨も上がっていい感じなんじゃない。ちょっとじゃあ探しましょう。行きましょう、はいはい、カニを探しつつ。食べちゃダメなんだよね。ダメだと思う多分。世界遺産だもんね。こっちは世界遺産じゃないと思うけどカニの方は。いやうわいいやん。もう最初から、いきなりすごい綺麗よね。でこれ豆知識入れますわ。僕の豆知識盛り込んでくるの。ちょっと待ってね名前忘れ。読むんだね一応ね調べてきたことね。これね何ですか。洗い腰ね。これなぜここにわざわざ溝が作ってあるか。あこれ雨の多い熊野だからこそ、はい、雨がこっから流れていくように。えそういうこと。そういうことです。えこれ各所にあるって。各所にあって水の流れ道が作ってある。先人の知恵ですよ。こういうの。あそういうこと。そういうこと。豆ちょって言ったけどな俺豆知識の時、ま、豆知識って言った。豆知識って言ってたあでもめっちゃ気持ちいいわ。いやこのさ、うん、雨がちょっと降った感じの濡れた感じいいんじゃない。より、はい、こっからなんかもう変わってるからね石畳。あ本当だね。これなんか新しい石畳から、うん、本当の古道のなんか変わったでしょ。あっち現代こっち旧みたいな感じ、ね、変わったでしょ。あ、でもやっぱり滑るからこれだけは気をつけて。ちょっと滑りやすいんで靴だけはちょっとね、ちゃんとしたトレッキングシューズでこないと。内藤さんちょっと止まってもらっていい。登山中ごめんね、うん、いいよいいよ。ちょっと靴のこと今言った時なんだけど。スニーカージーンズに映らんと思ってかは分からんけど、ちょっと完全にふざけとんな。絶対映らんと思ってた余計より一応トレッキングシューズ一応。それはちょっとあれだけど、カットここはカットだけど。なんでやねん。もう行きます。なんでやねん。これポイントがあるんで今どこら辺まで来たかっていう目安で分かりやすい。そういうこと。そういうこと。一気にまだ7分の2だから。え？あと 5？ あと7分の5だから。おかしいな。この目安でペース配分してくれっていいんで。でもなんかこの山なんか120何メートルよ。135メートルの低山ですんで。あ、そうなんだ。安心して。もうちょっと俺子供が小さくなったら一緒に登ってきたいもんね。うん、子供が小さくなったら。今どんくらいのサイズなん？むしろ。いや結構来てるねやっぱ。酸素不足もうちょっと大きくなったら来たいもん。いやでもね実際あの歩きやすい。小学生ぐらいだと行けるぐらいなんで、うん、子供がちっちゃくなったらってあ、後藤さん何休憩ポイントあるぞ。今の7分の2からもうすぐやけどようやく見つけたいや意外とねやっぱ登ってると暑い、うん、まあね暑くなってくるね、うん、ちょっと水分補給しますね。そうだね、うん。お、これ橋？ね、これ橋一番いいわよ。うわ、すごいね。どうやってこんなんやるんだろう。これどうやって運んだのマジで？ね、いやでも岩がなんかここら辺にあるからそこの近くの岩を石を全部持ってこれたからなんか。そういうことか。できたとか。ここからまた石畳。あこれなんか罪人が石を運んでこの石畳を作ったというお話で。なんかここさすごい詰まってるね。ここはやっぱ埋めてったやろな隙間を。埋めてったんだよやっぱり。心の隙間を埋めるっていうことが償いだからね。ほーこれはありましたよ。おこれこれこれ地蔵様。お、本当だ。なんかこれ火縄銃で撃たれた跡があるとか。え？なんで？ほら、こ
これだよ多分。なんかこの地蔵を獣と間違えたかなんかで。うん、ああ、そういうことかな。本当に？いやでもあれ後でしょ絶対。そうだね。これだね。うん、これが火縄銃の銃痕。しっかり丁寧に説明板に書いてあります。こっから登ると休憩所があって、うんうん、で美しい曲線の七里ヶ浜海岸、はいはいはい、だったり熊野三山だったりが見れる眺望が開けてるんでそこを目指しましょう。雨もちょっと強くなってきたんで、はい、行きましょう。ただ景色が見れるかどうかだな。この雨でどんぐらい 雲行きがなんかスタンプのあれもあるね。持ってきたん持ってきたんこれ。あ、スタンプスポット27番目あった。え、あ、これにあるんだ。そうガイドマップさよいしょあ今回3うわ逆に押してまった。やだ雨で滲んでるのかそれもやだ。逆に押してまった。後藤さん逆だから逆ね。これ見逃すよね。でもここねこのお薬箱みたいな。違うわ逆やと思った。俺も逆に。なんでなんでいや逆やって言うから逆向きにしたらしょうがないわ。次のポイント行こう。そうだね。よしスタンプも押したし、はい行きましょう。よいしょ。おーい、ね、そっちじゃないぞそんな距離離れてないやろ。地元の登り口、これ違う方、分かれ道。あ、そうなの？鬼ヶ城、今回鬼ヶ城跡の方に行きますんで。あ、そういうことね。こっちです。スタンプからすぐ分かれ道です。もう間もなくでしょ、多分。そうっすね。あずまやって言ってたけど。え？書いてあったけど、あずまや。なんだろうね。お茶屋さん？お茶屋があるのかな。そうか、昨日もあったから。ちょ、福茶屋。そう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 。あずま屋な、もそうかもしれない、もしかしたら。可能性はあるよね。頂上で営んでる。三木久さんの方か、テイク2さんの方か。使えんやないか、またそれ。あれじゃない？なんか見えるよ、屋根が。あれ、あずま屋？多分。ここで、景色一望、はいはい。さっきの看板にはそう書いてあったけど。根っこの階段を登って、やったーやったよーわーありがとうすごーいあずまやさんあずまや万歳来たよあずまやあずまやーあいや結構130何メートルでこんな見れたらいいね。いやすごい。いやこれはいいわ。これなんかめちゃめちゃ長いねここの浜、ね、じゃあちょっと調べてみるね。調べてみてください。七里ヶ浜も世界遺産だやっぱこっちも。あそうなんだ、うん、いややっぱ七里御浜はいいな本当。いやごとさっきガハマって言ってなかった？ん七里御浜のこと。いやさっきあそこのとこで説明してくれていい七里御浜御浜って言ってなかった。正しくは七里御浜だからね。七里御浜ね、うん、正しくはね。ここも世界遺産なんだね。ここも世界遺産すげえな。ほんと世界遺産だらけ。七里御浜、御浜、ね、御浜です。御浜まで、はい、できました、はい、ここが多分あずま屋なんだよね。そうだね、うん、でこっから、鬼ヶ城センターの方に降りて、はい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 、僕こっちも楽しみなんだけど、うん、鬼ヶ城に行きたいと思います。あそこね見たい見たい俺も。すごいよ。あ本当、うん、見たことない、ね、俺は映像でもあそういうこと、ね、確認してるけど映像と写真では確認してるけどはいはい、はい、すごいとこなんで予習してきたわけです。名前がもうだって男嫌いな人いないでしょ、まあ、鬼と来たら、まあそうですね、城だからね。しかも最強のコラボなんで行きましょう。わかりました行きましょう。鬼の島ね。はいはい。ちょうどいいスポット。あこれだ思い出した。この海を見て知ってる有名なマグロ騒動。ここの沖でマグロが大量に取れて村全体が争ったっていう。どうぞ、ね、詳しくは
テロップでいやーすごいね、見晴らしめっちゃいいな、ね、こっち側も見れて、あーいやーなかなかやったな、さっきのところについに戻ってきましたね、入り口のところに戻ってこれました、鬼ヶ城センターだよね、うん、おー着いた、11時前ぐらいにスタートして今1時半前ってことは2時間弱2時間半ぐらい、まあまあ入ったね、まあ撮影しながら、そうだね、多分1時間半ぐらいで簡単に回れると思います、通常1時間半って書いてあった、鬼ヶ城行きましょうよ、はいはい行きましょう、楽しみなんで、この先鬼ヶ城に行きます、はい、あ、たがまるたがいだ角があるから気をつけて本当に手いかれたかと思ったよ今、これね、こっちに当たったこれ注意ね、今ここ現在地で多分これが一番有名な千畳敷、これの写真をよく見るのよ、ここ行ったくて、でここの後も俺本当はこっちまで行きたいんだけど、どう内藤さん、いや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 、まあまあ降ってるしこれどんくらい距離的に、まあまああります、あるよね、はい、まあじゃあ、ね、ここでもう十分いいと思う、じゃあやっぱりここで、そうだね1で行こう、もうこれだってこの景色だけでも良くない？すごいな、うわー、ね、うわー何あれ、うねってるわ、すごい、ね、迫力がすごいな、ここ雨な分またいいんちゃう、これ雰囲気出てるやん、あ、来ました、何何何何何何ちょっとちょっとちょっと待って早くちょっと待って伊藤さん早い、うわこれよ、うわうわちょっと鳥肌立つね、すごいね本当に、これ本当にさ、でも天然、天然でしょう、これは世界遺産になるわな、うん、本物なのこれ、これは住んどったわ完全に、いやもうだってあれって本当になのかな、これだって RPG の最後のところ、ね魔王のだって顔がもう、そう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 、わあ雨だからこそよだれ出てるわ、鬼ヶ城ありがとう、パーここはすごいっていうことは、うわでもマジですごいね、ここちょっとやっぱりドキドキする ねなんかね、うん、やばいね、うわあえあえちょっとちょっと危ないよ、ちょっとエンディング撮りましょうじゃあはいはい、エンディングにふさわしいんじゃないここ、いや滴ってるもん、これだから新色だよこれが本当に、こういうなんかこういうのは何、なんかこの蜂の巣状みたいな、はいということで、はいはい、回ってきました今日、いやよかった ね鬼ヶ城センターから松本峠、うん、で鬼ヶ城の城跡何もなかったけどそこを見て、鬼ヶ城、ここはやっぱりラストに持ってきてよかった ねよかった、うん、最初に来なくてよかった、うん、回ってきてからのここ最高でしたけど、どうでした、いやすごいね、なんだろうこの自然を歩きながら、うん、最後ここのまたこれも自然だけども、うん、ダイナミックな、ね、鬼ヶ城こんな抜け感のある映像で、ね、締めれるってなかなかないよ今まで、ほんとないよ、まだまだ多分説明できてないとこ僕あると思うんで、はいはいはい、ここは、うん、観光三重のサイトをぜひチェックしてみてください、はい、ここにありますんでぜひチェックしてみてください、はい、そして次はですね、はいはい、孫瀬峠というところに ね、はい、行きたいと思います、また次も楽しみじゃん、なんか、はい、それをね僕の動画でアップするんでぜひね、はい、見てみてください、それではまた次の動画でお会いいたしましょう、はい、さようなら、ありがとう何のタイミングで、なんで最後でもう一回撮り直した方がいいくなってくるよ、むせたよ完全に